これはトリートです。挟んだ。はい、じゃこのトリートが、どこにつながって、どこにつながってるかというと、お出てきた。このボールペン、シャーペンに今はくっついて、輪っかになってます。はい。ちょっと輪っかを見せてください。こんな感じで輪っかを作ってます。見えるかな、はい、うん。意外と見える。白だから。見える見える。この輪っかをシャーペンじゃなくて、ひーちゃんの抜けそうな子供の歯に挟んで、10秒ぐらい待つと、歯が抜けている。そう。そして歯を抜く人は、なんと。リミです。これ手でグイッとすればいいじゃん。怖いじゃん。うん。リミの力は最強すぎて、頭がグインってなっちゃう。自分のこと言うな。怖い。なんで、しーちゃん怖くないように、今日は、じゃじゃん。この、くまちゃんの顔。かわいいくまちゃんが、ベッドから。そう、このくまちゃんがベッドから落ちると、歯が落ちます。しかも、このくまちゃん、なんと、2匹います。とても重いので、歯もきっと、このくまちゃん、視聴者さんからもらったんだよ、シンフォニー意味として。じゃあ、視聴者さんパワーで。視聴者さんの力を借りて、今日は歯を抜いてみたいと思います。ねえ、これってさ、床に落ちたらバシャンって言ってさ、うん、それでさ、こっちでしたカーペットって。うん。ここからピュン。タオルがあった方がシュイって落ちそうだね。タオルを引っ張れば。うん。いけるんじゃない、うん、あ、いけるかも。うまくつくか。いいやって。うん。こんな、この時点で落ちそう。大丈夫。いける？いや。うん。まあ、しーちゃんの歯はもうすごいグラグラだからね。うん。この一瞬でスポッコと。リーニもグラグラね。うん。リーニは次回、別動画でやってみたいと思います。しーちゃん、歯に、奥歯にセットしてみてください。はい。はい。じゃあ、チキチュー、チキチュー。準備はいいですか？下にはクッションがいっぱいあるので大丈夫です。いい、うおあれ、しーちゃん、どう？取れた？なくなった？見せたよ。どうぞ。すごいじゃん。痛い、血出て、血出てない、うん、すごっ。お、このピタゴラスイッチ。歯飛んじゃったかもね。歯どうなった？歯飛んじゃったかもね。うん。あったあった。すっごい。おー、すごい。見て、裏。切るんだ。裏。ピタゴラスイッチ大成功。ははにゃはにゃ。じゃあ次はリミの番だね。来週ぐらいかな。怖そう。グミ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 ペア。サンディーダオ。